こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から、LINE の友達を募集してます。 YouTube ではね、話さないような深いお話をさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。では今日はですね、優しさがあだに、女性が嫌う男性の態度というお話をさせていただきたいと思います。で、ね、男性って本当にこうね、すごい優しい気持ちで、もちろんね、こうデートに誘うくらいなので、気持ち、優しい気持ちで優しく接したいとか、それありきでもちろんデートに誘ってると思うんですけれども、その優しさがゆえに女性が嫌だなって思っちゃう時があるんですね。なのでね、これしっかり頭に入れといていただきたいんですけれども、例えばこう道で、男性ってすごいもともとね、空間把握能力があるっていうね、脳を持っているんですけれども、で道を間違えた時に必要以上にイライラするっていう人が結構多いんですね。で、もうもちろんそのせっかくね、こう一緒にいるからスムーズに道をこう歩けるっていう、それも見せたかったとか、ね、時間をかけてしまってごめんねとか、いろんな優しさがあると思うんですけれども、別にそんなに女性は道を間違えたからって言って、何この人とかって思ったりしないんですね。なので自分に対してね、でうまくこういけなかった自分に対してイライラしてるっていうのはわかるんですけれども、女性気にしてないからイライラしないで大丈夫です、ね、せっかくの優しさがあだにならないようにしてください。ではですね、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達を募集してます。本当にね、深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、 LINE、 そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。